もういい？せっかく来たんだからさ、もうちょっとテンション上げようよ。なんかずーっとぶつくれてるけどさ。何ね、何ね。ああ、もうやだ。もう、もう見てみ。めっちゃ蚊に刺されてんの。誰だよ、今日外で撮りたいとか言ったやつ。俺なんでセミ鳴いてんの。だってまだ夏だもん。でもさ、台風が過ぎてさ、ちょっとなんか涼しくなったから、まあ外もしばらく撮ってないから、いいかなって思ったんだよね。楽しんで、久々の外の。楽しんでるから。最近全然いいことないじゃん。こないだだってさ、お父さんとか言われるし。は？まあね、まあね。見えるお父さんに。いや、ちょっとね。マジショックだったんだよ。だって、俺の子供だったらさ、12歳の時にできた子供になり、名字がさ、たまたま一緒ってだけでさ、別に親子じゃないのにさ、偶然にも一緒っていうのも、それはそれであれよね。損する時あるよね。うん。なんか、でもさ、そこでさ、なんかさ、うん、違うけどとか言うのもなんか、ちょっとなんか、みっともない。うん、普通に「はい」って言ったもんね。せめてお兄さんじゃない、てか生年月日とか出してる書類なのに、うん、で12歳ぐらいしか離れてないのになんでわからない、そこまでの何歳差とかまでは計算できなかったんで、パッと、あ、こっちが年上、あ、同じ名字、あ、お父さんなんだ、はあ、ほんまけてる俺。いやでも確かにあの時さ、何も髪の毛もセットもせずさ、関係ない。寝起きのままの寝癖で行ったんだよ。それが原因？でもさ、それが1回じゃないからね。2回3回あるから、ね。まあね。全然平気だけど、まあ言えばよかったかなとか思ったりもするけど、言わなくてもいいかなと思う。なんかそこでなんか否定するのもね。そうそう、わ、強とか思われてもさ、むかつくやん。むかつかないなんか、なんだこいつとか思われてもむかつくじゃん。いいじゃん、強って。まあ強でいいけどね。まあ別になんかそこで否定するのもなんかおかしな変な空気になるしね。そう。まあでもなんか、難しいところだ。なんか大人になるべきものなのか。なんかわかんないところだ、ね。ずーっとわかんない。ちょっとすごいハエが高くて誰がうんこだよ